はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、レクサス10周年アニバーサリー、レクサス RCF です。これは東京オートサロン2018で発売されたトミカだね。はい、じゃあしっかり見ていきます。まずはフロントの部分だね。ここにレクサスのエンブレムがあります。で、レクサス特有のこのメッシュのグリルの部分、すごい細かく作られててかっこいいね。で、ヘッドライトとウインカーは、これはシルバーの塗装だね。で、ボンネットのところとルーフとこのスポイラーの部分はブラックのツヤのあるタイプだね。あ、下のスポイラーの部分もツヤのあるブラックだね。で、横から見るとサイドのところはツヤ消しのタイプのブラックだね。ちょっとメタリックっぽくなってるのかな。で、この部分にはレクサス RCF の F のエンブレムがプリントされてるね。で、後ろの方はこのレクサスのエンブレムとか RCF っていうのがプリントされてて、ナンバープレートは RCF だね。で、テールランプはレッドの塗装になってます。で、反対側はこんな感じだね。上と下の部分がツヤのあるブラックっていう感じなんだね。で、タイヤはサスペンションがついてます。で、あとドアが開くね。で、中のシートがこれかっこいいね。中のシートがブルーで塗装されてるね。で、運転席のダッシュボードの一部もブルーかな。で、裏を見るとレクサス RCF ナンバー13だね。で、2014年の写真になってます。せっかくだから箱の方を見てみようかな。この部分にレクサス10周年アニバーサリーって書いてあるね。で、横の方はこんな感じだね。ちょっとカーボン調みたいな感じの箱になってるね。で、裏の方はこんな感じだね。で、箱自体もすごくこうボディカラーがマットな感じだから、箱も艶消しのタイプになってるね。すごくかっこいい感じになってます。はい、今日は東京オートサロン2018のレクサス RCF レクサス10周年アニバーサリー開けてみました。で、パッケージから見ると全体がブラックのマットなのかなと思ったら、ちょっとツヤのあるブラックも入ってたね。もう個人的には全体がマットな感じのブラックだったらもっとかっこいいかなと思うんだけどね。まあ、好き嫌い皆さんあるかなと思います。で、シートがブルーっていうのも結構かっこよかったね。で、こっち側にまだ紹介しきれてないトミカあるね。また開封していきたいと思います。はい、じゃあ今日もおしまいです。またチャンネル登録をお願いします。バイバーイ。